あおちゃん、あおちゃん、はい。キノコってさ、ヘルシー食材って言われてるけど、何がいいか知ってる？もちろん、キノコには食物繊維やビタミン、ミネラルが豊富に含まれてるでしょ。ほうほう、やるね。他には？注目なのはベータグルカンという成分、これが免疫力を高める効果があるの。ほうほう。あとキノコは低カロリーで満腹が得られるからダイエットにも効果的でしょ、はい、あとコレステロールを下げる効果もあるし、うん、食物繊維は便秘解消にも役立つよ。さすが、いいね。食生活アドバイザー資格勉強してるだけあるね。おすすめのレシピあります？キノコを使ったマリなんかどうでしょう。キノコには食物繊維が豊富だし、酢の酸味と相性がいいんだ、うんうん、まずキノコはさっと拭いてフライパンで焼き色をつけるんだ、うん、次に白ワインとアンチョビで風味を出して、最後にマリネ液で和えるだけ。シンプルだけど酢の酸味とキノコの旨味が絶妙に合う一品だよ。確かに美味しそう。